中には魔物が住むの。頼れる仲間はみんな目が死んでる。バレーにかけた青春でもみんな目が死んでる。私とあなたは友達じゃないけど、私の友達とあなたは友達。大体そんな感じ。ジャスマンガビオリン。我が社の子供向け新商品ドッキリちゃんチョコが妙に全く売れん。商品開発部のみんな、今日はこれについて話がある。シール。まずこのお菓子の売りは何と言ってもシールだ。子供たちはシール目当てに何度もお菓子を買うというわけだ。で、中に入っているシールがこれとこれとこれの3種類だ。売れるかよ。3種類しかないシールを誰が集めるんだ。大体なんで絵が全部残念そうな子供の顔なんだ。このお菓子を買ってしまった子供の顔が気分悪いわ。というようなことを発売当初私は言ったが、そしたら君たちは新たにシールを追加してきた。これとこれとこれの3枚だ。どう違うんだよ。微妙に笑顔になってるだけじゃないか。余計嫌だよ。どうせならもっと満面の笑みにしたらいいじゃないか。というようなことを先日言ったら、そしたら君たちはまたシールを追加してきた。これと、これと、これの3枚だ。恐ろしいよ。なんで一つとして純粋な気持ちで笑ってないんだ。こんなん売れるか。誰なんだよそもそも。これ誰がモデルなんだ。誰なんだ。と私が昨日言ったら、今日君たちが連れてきたのがこいつだ。さっきから必要に私の足を踏んでくるんだこいつ。もういいから連れ出してくれ。まったくけしからん。聞けばあのガキ先々月リストラした大石くんの子供だそうじゃないか。当てつけか。君たちの仲間をリストラした私への当てつけか。しょうがないだろ。我が社のお菓子はほとんど売れないんだから。君たちもリストラされたくなかったらもっと真面目に商品作れ。とにかく結論としてはこのドッキリちゃんチョコは販売中止とする。そんな残念そうな顔してもダメだぞ。もう決めた。消しと言ったら中止だ。ああこれはもう使って抗議するだ。やれやれ、今日も一日疲れた。商品開発部の奴ら、リストラしたいよ、まったく。クソったれどもめ。おい、私の車に、貼られてる。あいつら、くそー。なんて嫌がらせだ。だー、ヒールはもう